お前の魂は美しい。よってこの俺とちぎることを許そう。ずっと傷つくことを恐れて臆病になっていた。人を化かすのは狐のお箱だ。争う切なさを抱えて人は強くなれるの。お前を化かすのは今となっては難しいだろうな。どんなものもいずれは滅びる。やめる時も健やかなる時もこの魂を永遠にお前に捧げよう。